明けまして、おめでとうございます。あハッピーニューイヤー !2014 年、最初の宮脇広、バラ色の日曜日でございます。ああ、また年を取ったわけでございますね。でも、取るっていうのはね、えー、とにかく、うん、何でもね、取られてしまうのはよくないですけどもね。 自分が取るのはね何でもねもうどんなもんでちり紙1枚でもね取った方がいいんです財産が増えますからねそう思えば年、えー、を取るのも悪くないと思いますよ儲かった感じがしますでしょ、えー、それではね、えー、今年はねなるべく楽しい音楽をお届けしたりね、えー、楽しいお話をさせていただきたい。 とは思っているんですけど。さあ、どうなりますことか。どうぞお楽しみに。皆様ね、よくご存知だと思いますよ。ある球団がね、よくこれをね、テーマソングにしておりますでしょ。東京温度でございます、ええ。で、作詞はね、西城安さん。で、作曲は中山新平という。よく今でもね、 あの、縁日や何かで盆踊りをね、神社や何かの携帯でなさってますでしょあの、かかってますですね。いろんな温度ものは、あの、かかってますけどもね。その中でね、一番、あの、私は、不税があって懐かしいなと思うのはね、小唄勝太郎さんという芸者さんですね。で、この方がね、デビューしてまだ新人の頃吹き込んで、で、その、あの、デュエットなんですね。 で、三島一世という方ね、男の方で、この方もね、のんきなね、のんびりとした飾り気のないね、歌い方をなさった、ね、それがまた味なんですけどね。私は生まれるね、2年前ですね。1933年、昭和8年に、えー、これは発売された。発売されたらね、なんとその当時ミリオンセラーですよ。あの頃のね、だってレコードプレイヤーのあるうちなんてほとんど、 もう、そうですね。20件か30件に1件ぐらいしかプレイヤーがない時代ですものね。それなのにレコードがなんで売れたんだろうと思って。不思議ですよ。ですから現在までね、何千枚ぐらい売れたんでしょうかね。まあそれはわかりませんけれどね。で、子供の頃はね、よくこの歌をね、みんな、なんとなく機嫌がいい時に歌ってましたですね。で、これはね、 あの東京温度という歌なんですけどタイトルがね初めは丸の内温度って言ってましてねうでもやっぱりそれじゃ一句書くだけだからということでで日本の中のつまり東京ということでもっとグローバルにということで東京温度っていうふうにタイトルが変わったみたいですねで東京温度としてね あの、ヤクルトや何かがねあ、優勝したりなんかするとね、これがもうものすごい勢いで球場全体で歌ったりかかったりしますでしょ。では、そのえ、こういう時代でございますのでね。で、私もね、温度物ということで、どんまい温度っていうのをね、今、作詞作曲中でなんでございますよ。人生はどんまいどんまい <laughs> ということで、ね、それでも生きていけるんですものね。